I like to think, but it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our love tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a mood in my love. はい、こんにちは、まさきです。今回はというより、今回からはキャンプやバーベキューで活躍間違いなし、テーブル、チェア、クーラーボックスが合体、ガチャンガチャンガチャン、ベッドになっちゃったをシリーズとしてやっていきたいと思います。それでは今回はなんですけど、第1弾として15mm×900×1800 サイズの合板や修正材がなんと1枚だけあれば、他の材料一切なしでテーブルを1台作ってみたいと思います。金物、金具、取っ手などは別で使えますので、そちらは Amazon のリンクを概要欄に貼っておきますので参考にしてください。それでは先ほどの図のようにカットした材料を組んでいきます。今回は組み立てに 1.8×25mm の細い釘で組んでいきます。材料面には白ボンドを塗るのを忘れないでくださいね。釘はボンドが乾くまでの補助的に考えてください。今はホームセンターがカットはしてくれるので、材料を1枚買って先ほどの図をそのまま見せてカットしてもらって、あとは白ボンドを塗ってトンカチでトン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 釘を打つだけです。あ、材料はカットしたままだとトゲなど危ないので、カットした角のヤスリがけを忘れないでくださいね。ヤスリは120番程度の紙ヤスリでいいと思います。あとは動画の中では金物は電動ドライバーを使っていますが、金物を止める短いビスを打つだけなので、このくらいなら手回しのドライバーでもこと足りると思います。なのでトンカチとドライバー、白ボンド、釘、紙ヤスリ、その辺のものはそれこそ100均のもので十分ですから、DIY 初心者の方におすすめの一台となっております。今回のこのテーブルは危ないところなし、難しいところなし、高価な道具もいりませんし、気軽に DIY を楽しめると思います。あとは今回は初心者の方向けとしますと、出来上がったテーブルに汚れ止めとしてスプレーのクリアラッカーかハケでニスを塗っておけば間違いなしです。その辺のものも100均で揃うと思いますよ。そこのお父さん、息子さん、娘さんと一緒にチャレンジ DIY いかがですか？よし、やってみるか。おーい、一郎。何？お父さん、ゲームばっかりやってないで、たまには父さんとテーブルでも作ってみないか？え？お父さん、テーブルなんか作れるの？何言ってるんだよ、一郎。お父さんは何でもできるさ。そうなの？お父さん。うん、作ってみたい。じゃあ、父さんが押さえてるから、一郎はここに釘を打ってくれるか？うん、お父さん。僕ね、図工の先生に釘を打つのがうまいって言われたんだよ。そうか、頼もしいな、一郎。トン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 、トン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 。本当にうまいな、一郎。うん、トン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 、トン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 。あ、釘が曲がっちゃったよ、お父さん。大丈夫、釘は曲がってもまた打ち直せばいい。一郎は人生を曲げるんじゃないぞ。うん、わかった。あれ、お父さん、ここに釘打ったらダメだよね。あ、あ、
あれ？そうだな。まあ大丈夫だよ。やり直しはいくらでも聞くからな。へー。さあ完成だ、一郎。これ持ってバーベキューに行くぞ。うん。じゃあ僕持っていくよ。お、そうか、一郎。頼もしくなったな。なんて、親子の絆を深めてみないですか？そのテーブルで食べる料理はさぞ美味しいでしょうね。そうこうしている間に完成です。ぜひチャレンジしてみてくださいね。ということで、今回の小話いかがで、じゃなくて DIY いかがでしたか？次回はクーラーボックス DIY をやっていきますのでよろしくお願いします。ご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。お後がよろしいようで。